日産ノートオーラ2024年新モデル先進性と洗練さを高めたマイナーチェンジ。日産のノートオーラが2024年6月に新たなデザインでマイナーチェンジされることが発表されました。この更新は現在のモデルが2021年8月17日にフルモデルチェンジしてからちょうど3年後のことであり、この間にベースモデルのノートも2023年12月11日にマイナーチェンジが発表されています。この新型ノートオーラでは最新のエクステリアデザインの採用はもちろん、収納スペースの改良、インテリジェントキーの導入、そして新しいラジエータグリルやデジタル V モーショングリルデザインの採用など、車両全体にわたる数多くの改良が施されています。加えて安全装備の強化、インテリアの質の向上、BOSE との共同開発による BOSE パーソナルプラスサウンドシステムの採用など、細かい部分まで見直しが行われています。全方位運転支援技術やプロパイロットなどの運転支援システムも最新のものに更新され、より洗練された外観と高度な機能性のバランスを実現しています。これらの改良により、ノートオーラは高級感あふれるコンパクトカーとしての地位をさらに確固たるものにし、特に高級志向の日本市場において、その人気をさらに拡大することが期待されます。ノートがすでに良好な評価を受けている中で、ノートオーラのこのマイナーチェンジは、モデルの魅力をさらに高め、日産のラインナップの中でも特に注目される存在になることでしょう。日産ノートオーラの2024年モデルは、マイナーチェンジを通じて、先進性と洗練さを一段と高めることで、コンパクトカーセグメント内での競争力を強化します。2021年にフルモデルチェンジされたノートオーラは、日産の電動化戦略の一環として開発され、その3年後のマイナーチェンジは、ベースモデルノートの更新に続くものです。外観デザインの革新、新型ノートオーラでは、最新のエクステリアデザインが採用されます。特に、フロントフェイスはデジタル V モーショングリルを中心に刷新され、V 字型のデザインと積極的なヘッドライトが特徴です。このデザインは、日産の他のモデルである、セレナやルークス、レイズ、サクラ、そしてマイナーチェンジを遂げたノートと共通するビジュアルアイデンティティを形成し、ブランドの顔としての役割を担います。また、ボディカラーに新色が追加されることで、個性と選択肢を豊かにしています。内装の洗練と機能性向上。インテリアにおいては、インストルメントパネルに、日本の伝統美を感じさせる、水引きをモチーフにしたデザインが採用され、シートには、ランダムストライプが施されます。これらは、エクステリアと調和し、洗練された雰囲気を生み出しています。収納スペースは上下2段に仕切ることで容量が拡大され、使用の便利さが向上しています。また、グローブボックスの容量も拡大され、より多くのものを収納できるようになります。先進技術の搭載、ノートオーラは自動で施錠解錠が行われるインテリジェントキーをはじめ、全方位運転支援技術やプロパイロットなどの先進運転支援システムを標準装備。これにより安全性と快適性が一層高められています。また、BOSE と共同開発した BOSE パーソナルプラスサウンドシステムの採用は、車内での音響体験を大幅に向上させます。安全性の強化、新型ノートオーラでは、5つのカメラ、3つのミリ波レーダー、8つのソナーを使用した最先端の全方位運転支援技術が搭載されます。360セーフティアシストと呼ばれるこのシステムは、複数の先進運転支援システムで構成され、日産が提唱する安全技術の集大成を体現しています。結論としては、ノートオーラのマイナーチェンジは、ただの更新ではなく、日産が電動化と先進技術の融合によって、コンパクトカーの新たな基準を築く試みです。高級感あふれるデザイン、洗練されたインテリア、そして最先端の安全技術の搭載により、ノートオーラは日本市場における高級志向のコンパクトカーとしての地位を不動のものにし、これからのモビリティの未来を形作っていくでしょう。